昨日の産経新聞で小選挙区と比例代表の得票数ということでえ今回とあと前回の総選挙の時の得票数がですね並んでいるのでこれが結構重要です。まず小選挙区ですけども、自民党の得票票数は約万票と てるんですね、前回の総選挙の時は2762万票取ってまして、全国で見たら小選挙区の得票数は676万票減ってるんですね。2700万から2000万に減るってことは結構 こんな減り具合でしょ。六百七十六万票減ってます。比例代表に関して言えば、前回千九百九十一万票だったんですが、今回は千四百五十八万票。これ五百三十三万票減ってるんですね。ですから両方で合わせると一千万票以上自民は減らしているということになります。ところがですね、私びっくりしたんですけども、小選挙区で見てみると立民もね減ってるんですよ。立民の えー、小選挙区の得票数は万票です前回は1721万票取ってましたからもう全国の,あの小選挙区全部合わせてみると、えー、立民は万票減ってるんですねじゃあなのになぜ議席数増やしたかといいますとこれ比例がね 維持してるんですよ、えー、今回比例代表は立民はね1156万票前回は1149万票ほぼ一緒です、まあ、プラス、まあ、微増ですねプラス7万票、まあ、ほとんど誤差の範囲です1000万票で7万票っていうのは誤差の範囲ですからねだから自民は比例が533万票減ってるんです立民は維持してるんですね比例をこれがですね自民が減って立民が増えた要因なんですでも立民は小選挙区では マイナスなんですね。ということはどこを見なくてはいけないかというと、小選挙区でどこが増やしているかを見る必要がありますね。えー、小選挙区で大きく増やしているのはなんと維新なんですよ。維新はね124万票小選挙区で増やしてます。ほら。 大阪全部取ったでしょ関西強かったですよねそこにですね票がドーッと入っていったわけですでもその維新も減ったでしょ、えー、議席減りましたよねなんで減ったかといったら比例代表で結構減らしてるんですね維新は比例で何票取ったかと言いますと510万票でした前回の総選挙の時は805万票取ってますので維新はマイナス294万票なんです比例代表でね だからここでわかるのは自民の受け皿になってないですだって自民党がね比例代表でマイナス533万票ですからじゃあその533万票どこに行ったんですかって話ですよね維新だったら維新増えてるでしょうけども維新は約300万票減ってるわけですから だもともと議席数少ないのに300万部減るっていうのは大激減なんですよ。やっっぱ国政政党とととししてて維新ははももうほとんども今回の選選挙でで択肢として入んなかったですねだから減ってるんです関西では基盤をさらに強化して小選挙区での得票増えた分増えた反面比例代表では圧倒的に減りましてだから大阪維新は強くなったんだけど日本維新全体で見たら。 圧倒的に減った。あと、音喜多さんも、ね、利益失いましたもんね。だから、自民の減り具合よりも、維新の減り具合の方が劇的なんです。自民党マイナス五百三十三万あ比例でね、維新マイナス二百九十四万ですよ。では、公明はどうですか？と言ったら、公明はもう。創価学会の信者の人数とほぼイコールと見てもいいでしょう。創価学会以外の人で公明党入れる人いないですよ、創価学会の人のほぼ確実に公明党入れますからね。 小選挙区ではトントンですねほぼ変わりませんマイナス14万票ですけどまあ誤差の範囲ですえ公明党は比例代表でマイナス115万票新たにね総合学会入る人なんかほぼいませんどんどんねご高齢でもう90歳超えたらもう投票所なんか行かないですよ普通もしくは死んじゃうとかねだから公明ももうね 高齢化が進んでまあマイナス115万票ですよねですからもう公明は自利品今後信者を獲得支持者を獲得できる要素はほぼない公明は自利品ですどん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 少しずつ減っていくでしょう、はい、では、えー、自民党のスキャンダルをね幕し立てて、えー、自民党をここまで、えー、衰退させた立役者といえば共産党ですよね共産党はどうかというと議席減らしましたよねこれね 共産党は実は小選挙区では得票数増えてるんですよ前回より1 0万票増えて369万票結構増えてるんですよね なので小選挙区で共産党を応援しようっていうところは、まあ、例えば沖縄なんかは実際、えー、取りましたからねそういうところにガッと票は伸びてるんですがただ共産党は、えー、比例代表では自利品ですねマイナス80万万票票です前回万票だったたところは万票に減りましただから、えー、自民党を追い落とした立役者であるにもかかわらず、えー、日本共産党は比例で 票を大きく前回よりも下回ってしまったつまり自民党を弱体化させてよくやったなんていうふうに有権者は見ていません無関心やっぱ共産党は普通支持しませんよ共産主義とかマジでヤバいですからねで若い人も取り込めていない そしてマイナス80万ということですねだからもう自民党の票の受け皿にはもちろんなりませんですけども反自民の支持を集めた形跡もないですだから実際新聞赤旗が書いたことで政治と金問題が、ね、大きく指摘されるようになりましたけどもその利益は共産党は一つも受けていないということになりますねでは今一番注目されている国民民主党はどうでしょうか これねまず小選挙区でプラス110万票です。えー、前回124万票ですけども今回は234万票ですからプラス110万票。えー、これで小選挙区でも投票率が110万票増えている、えー、これは重要ですよね。そして最も重要なののが次の数字です国民民主党は 比例でプラス358万票なんですね前回259万票だったところ今回は617万票取ってるんですね自民党の半分に迫る勢いですよ自民党1400万票ですからね国民民主600万 半分に迫る勢いですよこれもう一回整理すると自民党は比例代表ではね前回と比べてマイナス533万票でしょこれどこ行ったかって言ったら <laughs> ほとんど国民民主党に行ったと分析していいでしょうはい、プラス358万票ですね全部か全部ってわけではないでしょうけども自民から逃れた比例代表の票はかなり多くが国民民主党に行ったと見えますこれね維新に行ったかどうかって維新はマイナス294万票ですからねだから自民 自民党の受け皿は維新ではなかったんです。ほとんど受けられなかったと言っていいでしょう。もう一回言いますよ。自民党はマイナス五百三十三万票、維新はマイナス二百九十四万票。だから、むしろ、国民民主は、自民と維新の受け皿になったと言ってもいいかもしれませんね。国民民主はプラス三百五十八万票なんですよ。で、続いて、令和、令和は小選挙区ではプラス十七万票。 比例ではプラス百五十九万票です。おそらくこれは不,不動票と見ていいでしょうね。まあ百五十九万票積み上げて比例代表で三百八十万票になりました。まあこの分。 共産党を抜く勢力になったんですけども比例の数見ても大体た分かりますよね共産党が336万票令和が380万票比例代表の得票数も令和は共産党を抜いてますですから明日ともに令和はもう共産党を超えたということはもうこれ確実ですね明日ともに変わりましただからまあ第二共産党みたいなもんだと思っていただければいいかと思います 社民党はほぼ変わりませんので、まあ、無視していいかなと思いますね賛成党はこれ比例で180万票取ってますね日本保守党は114万票獲得ですね比例でね、まあ、これで2議席取ったということですねもしかしたらね比例で攻めるんだったら参議院よりも衆議院の方が少数政党にとっては取りやすいかもしれませんね ざっくり計算すると1議席50万万票票から60万票ですよだから日本保守党114万票で2議席比例で取ってますよねだって50万票ぐらいで取ってるわけですね。参議院の全国比例代表だと150万票でようやく1議席ですからそれを考えると114万票で2議席っていうのはね参議院の全国比例代表に比べるとだいぶ 取りやすいのかなと思います。だから賛成党もね。百八十七万票で、参議席取りに来たっていうことは、まあたい数字的に合ってますよね。なので、自民の票はどこに流れたか、国民民主党の独り勝ちというところでしょう。まあ一部、ええ賛成党、日本保守党に移ったんでしょうけれども。賛成党と保守党を合わせても、まあ三百万票程度ですからね。この三百万票が、まあ決して無視はできない。 数字ということになりましょうか。自民党がマイナス五百三十三万、維新がマイナス二百九十四万、合わせて八百万票以上。自民維新から消えてるわけですよ。それを吸収したのは、国民と賛成党と保守党というふうに言っていいでしょうね。ここで大体、ええー、選挙分析は十分かなというふうに思います。石丸を持ち上げなかったら、もっといった。その可能性ありますね。武田恒泰チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。 動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いしますえ本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね